はい、どうも、ラリホンです。というわけで、今回もみんなの動画を見ていこうと思います。リンク撃墜集パート4というわけで、カカオさんのね、店プレイ集見ていくんですが、これね、すごい久しぶりに見るんですけど、ボムコンボ上手い人ですね。ボムっていうか爆弾あるじゃないですか、リンク。のコンボがめっちゃ上手くて。編集も凝ってるんだよね。で、パート3でね、最終回言うとってんけど、まあ、パート4また投稿してくれましたというわけで、もう、やばいじゃん。もうね、わけわからん斜めの角度からでもうまいの分かったわ。崖上から空車帰ってくる。うわ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 、びっくりした。びっくりした。何が起こったかと思った今。ちょっと寄ったわ。そんな当てがあるんや。今のすごいな。 IQ 高い。触っていって、え、自滅したけど。ああ、これあえて自滅するタイプのやつや。これおそらく復帰するよりも自滅した方が早くそのね、次の動作に移りやすいっていう。まあ、そっからシールド早くもう一回するとは読めなかったけど。なるほどね。そういう IQ もあるよね。何が一番今、なんていうの効率的かっていうの。まあ、店っぽのためやったらあそこは自滅するのが一番よな。そこ爆弾あるっていうね。いやー、多分あそこね、爆弾置いておいて、相手が気づかんかったら爆発しようって考えよな。多分そこばっか見とるん違って。だから2択あったんだろうな、ルートかな。なんこれ。カズヤ？カズヤだな。カズヤミラーなんかもしれん。カズヤミラーよりもひどいかもしれん。今の編集、俺がパソコンでもできねえよ、それ。あ、今のあえてか？あえて下に爆弾置いてて、さっきみたいな感じで復帰するのを呼んでたか？編集が滑らかなんだよな。なんか、有料のさ、なんかその編集ソフトとか、買わな、できなさそうな、なんかそのなんかぬるぬるみたいな感じの、スローで、なんか舐め回すようなカメラアングルしてますよね。うん、俺できねえ。俺有料ソフト使ってますけど、編集ソフト。こんなんできません。うん、調べてもできません。なので、スイッチでこれやっちゃうところっすよね。うん、これはもうリンクよりも、編集マンの方が向いとるんかもしれん。衝撃の事実ね。うん、リンクよりも、この爆弾コンボよりも、パソコンの編集の方が向いとるかもしれん。うん、職業にしてください。なりますか、僕の専属編集者に。何今のさ、どういうこと今の。ボムにシャドーボールしたんか今。なんでぶっ飛んだよ。自分からぶっ飛ばんかったか。おお、あんな白い線あるんだな。なんか軌道線みたいな感じのあるんだね。いや、カズヤミラーなんだよな。大体あれやられてるのカズヤやんけ。恨みあるだろ。ファルコン？なんだ？びっくりした。はい。あ、弓矢取ったんか。うん。なるほどな。崖に弓矢刺して、弓矢キャッチするっていうのもあるんだね。さあ。おーおーおー。なんか今、チート？今なんかやりましたけど、なんかチートコードが体渦巻いてましたけど。ちょ、おーところは？これうまいな！空中エルで飛ばして爆弾。あんなんなあ、初めて見たわ。ああいうのできるんすね。その、なんか、その読み合いがあるってのは初知りやわ。うん。マジで画面外から飛んできたもんね、今はな。だから、カメラから外れた場所にボム飛ばすことによって、ほんまに注意してるよね。さあ、俺は、はい。ドンキー。ああ、めっちゃかわいそうや。あはは、2回目行かなくても、死んでますのに。まあ、行くところなんですよね。はい、カズヤミラーが始まってしまいましたが、カズヤの財布コンボよりもやばいけど、これで 38% っていう。あんな決議感って 38% なんや。そこに目がいったわ。うん。意外と優しいんやな。パーセントに関しては。おっと、怖い。狙いよかったな、プリンな。今の。最終ストックで狙うことじゃない、はい、花火が打ち上がってしまいましたと。うん、汚い風船だというわけでね。いや、これサムネもなんか芸術作品っぽくない？サムネがもういいじゃん。額縁に入れてえもんな。今回も面白かった。パート5もしあったら楽しみやな。バイオショートクリップスさんの本さんのね。まあ普段から見てますけれども。まあ、ショートって言ってますけど、1分半あるんで、まあショートじゃないんけど。まあこの人にとってはショートか。普段3分ぐらいやし。さあ、おー、いいですね。空港から、やっていって。なんだ？くぐっていくのか？あー！あったな、これ。今まで見たやつの、多分、よりすぐいだろうな、このな。そこでウィッチタイムするかって感じだよな。確かにね、シューティング部位ってさ、なんか、振り絞るじゃん。復帰技を。振り絞って終点クリアするやん。まあ、余裕なキャラも見ますけど、だから、そこって狙い目やと思っちゃうやん。メテオ狙いやすいみたいな。当てやすいみたいな。で、さっきの子もうまいな。ま、空中上2回やったよな。画面上で。画面外で。
あれ2回もできるんですね。あ、今の空軍、あの空中か、空中上後ろ当てからのあのコンボもいいですね。さあ、あららららこのウィッチストライクっていうウェビーからウェビーにつなげるやつって高パーセントのが入るのか、あんまりパーセントに注目してなかったけど、さっきのクワードも 100% 超えてたし、ウィッチストライクって高パーセント限定なのかな、実はちゃうのさすがに中パーでも入るよな。さあ、これはネス焦ったね。うん、お互い最終ストック真っ赤っかやったけど、今おそらく崖でね、ヨーヨー追うときは勝ったんじゃないかと思うけど、あそこでね張り付かれるとね行きたくなるのが人間って思うの。うん、スマブラたるものをね、あそこは追いに行きますね。うん、あそこ崖で待てるのはもう世界王者です。うん、世界王者クラスの冷静さないとね、あれは追っちゃう。俺もあそこでね壁張り付かされたらね、その崖下のポケスタのね、あれマジンゲンちゃうもん。俺はマジンゲン行くよ。うん、張りついてなんか瞬間接着剤がなんかで排水してないかなって読みでね、あのマジンゲンちゃうからね。うん、ずっとくっついてへんかなっていうな。昔は見られたらずっとくっつく戦法だったからな、今作よりもなんか壁張り付き強かったから、なんか終わってるわ。おい、わけわからんトークで終わっちゃった、やべえ。めっちゃいいショートプレイしたのに、俺のわけわからんなんか瞬間接着剤トークで終わってた。兄弟取ったチームコンボ集パート4というわけで、まあ、この人ね、もうパート4というわけでいっぱい見てるんやけど、めっちゃうまいのよ、兄弟のチームコンボが。で、これ一回見た気がするの。でも、もう一回見ます。なんか、見た気がするけど、見てないと思って見ます。見ていきましょう。さあ、椅子に踏みつけて、デススタップして、もう一回やって、そこ前投げで完璧に回していくっていう。これ、完全に強いよな。完全に強いなんて日本語おかしいけど。だってもう、リドリーの投げるタイミングやもんね。さあ、はい、歌って眠らせていって、あの、見せたキャラがボコされていくタイプなんかもしれない。リドリーが見せましたけど、ボコされていくっていう。で、次はプリンとピカチュウやと思ったけど、あの全然違ったわ。うん。生まれ変わりデレデやった。いや、違う、デレデ初めに見せプレイしましたからね。それね、それにゃ、クッパーの横 B からな、マジンケンな。あ、俺の読み合ってるかもしれん、これ。見せプレイした読みじゃなくて俺の考察が合ってるかもしれん。見せプレイしたキャラがどんどんやられているドンキードンキーだかなんか今いい感じにね、見せプレイしたキャラからやられる側に回っていく構図だけど、ドンキーか。おわー、これいいなー。しかも両方帰ってこいるね、今のところは。デデで被害者率多いな、これ。デデでの圧倒的被害者率。踏みつけていって、やっぱ踏みつけっていいですよね。うん、チームコンボで踏みつけは映えるっていうね。これ見たな、めっちゃうまい、これ見たわ、実況したわ、実況。あのね、この人のね、そのみんなの投稿のアカウントを僕フォローしてるとね、あの最新動画上がってくるんだけど、で DM を捨てにず見たんですよ、投稿しましたよっていう。だから俺フォローしとってこの動画をチェックして動画化したけど、 DM の方で来たやつも、お、新しい動画やと思って実況したけど、あの2回見ましたね。あの、もう2回見ても美味しい。もう多分来週も見ますわ、3回目。チーム活躍をプレイ集5というわけで、もうこれもやばいんよな。これ、新作来たか。割と投稿頻度はまちまちなんですが、これ毎回やばいんだよな。あの、グロいんですよ。チーム活躍って、あのもうね、結成させてはいけない悪魔のチームなんでね。ほら、もう見てください、これ。もう見てください。もう音だけでもグロいでしょ、これ。うん、バーンうん、バーンってもう、音だけでも。グローじゃないですか。さあ、これどっち見ればいいや、これ。どっちもか、まさかの。どっちも即死コンボするタイプか。もう右見とったからなんかわからんかった。左やったわ、正解は。そういうクイズか。ほら、もうチームコンボやからさ、その下投げ財布、反転クールとかいう、もうね、普通じゃありえんコンボしますから。ほら、見た今の金の方の数や。普通じゃチーム用のコンボしてんだよな。もうなんだこれ。うまくハマったね、パジュにも。よくそこに。うん。これって勝てるのこれ。あれも、あの、6立てしますわ、これ。6立てしてましたわ。ストック一緒やったら、まずいんちゃうかと思ったけど、あの、両方スタンストック残してるっていう。なんやねん、殺しやん。バカ強いやん、この2人。さらっと6立てしてんのよな。さあ、何今の風の動き。さあ、これは、はい。なにこれ。はい。踏んでいって、マジンケンして、はい、もちつき、もちもち、もちつき、もちもちからの、はい、もう無慈悲なバースト、ポーン。もちを蹴るな。さあ、これは、はい。やって、わけわからんけど、まあ、パルテラもわけわからず突っ込んだら死んでいくっていう。うん。俺もわけわからんけど突っ込んだら、まあ、死んでいくっていう。はい、もう地獄もしたから、ポーン。
おお、グロいな、なんか死んでる、2秒で死ぬゴリラ。だからああもうマジで一人だけ財布とかしてからの反転食うの面白すぎやろ。普通じゃ入らんコンボ。なあもうこれどうやって打つんだこれ、ごたてしてるし上がれんだろこれどう上がんのこれ。しかも先行対策で反射置いてんだよな、カウンター対策で。それもやばいんだよな。あーもう何だこれ、財布して、はい、何だこれ、アイスクライマーなんだよな、うん、今の踏みつけてくおお、え、何だ今のこれは、なんでやねん、なんかまんまなんだか殻にこもるな。さあこれは背投げ財布して、あ財布じゃなかったわ。うわもう邪魔者はすげえ、なんか通行人を片手まで殺しましたね。え、はい、魔人剣してお、やばいでしょ、なんかレベル上がってるのかい。毎回やばいというか、まあパート4見てますけど、今回パート5なんで、なんか前回よりなんか2回りぐらいなんかパワーアップしてないか。これどっち見ればいいや、これ、これ右見ようか、右、右見てか OK やな、うん、うん、あ、どっち見たいこれ、左、いや、もう左参戦するんや、右のやつ左にされて、アイクばっかりやってる、マリオだけ生きてる。ほんとどっち、右見よう。マリオ死んでいって、マリオ死んだっか。なんか走ってるぞ、なんだあいつ。ねえ、自動振り向きがあんのに右側走ってるって、もう、この世の断りを。ええあ、神の構えか、あれ。新年のお店プレイ、普通イカ総集編というわけで、最終回記念って書いてますね。パート1も見てないんやけど、これね、なんで見やんかったかっていうと、この動画が存在したの知っとったんやけど、コンピューター相手が多くてさ、やっぱり、コンピューター相手はちょっとうちのリスナーがさ、ちょっと満足しない可能性があって見てなかったんやけど、まあ最終回というわけでね、全然動画にしなかったのにさ、俺が。最終回もね、投稿してくれたら割とね、ちょっと見ようかなってことでね、最終回はね、記念ということでね、ありがとうってことでね、本当に、投稿してくれてるのに見ない人も結構多くて、本当に申し訳ないと思ってるんですよね。うん、でも、やっぱちょっと、ある程度のさ、なんか、店プレイ保ってきたくて、うん、うまいけどさ、うん、見てるとうまいんだけど、やっぱり CPU やったら、CPU やしなーっていう人がさ、いるからさ、僕は楽しませてもらってましたけど、まあね、オフでね、動画会でね、楽しませてもらってましたけど、まあ最終回ってことでね、さすがに見ますってことで、うまいよな、うまいんだよな、うん。まあ普通に対人戦も、なんかガノンとかさっきあったけど、うん、本当に、ありがとうございましたかみたいな。感謝の採用というわけで。いい人ぶってるんじゃなくて、普通に、なんか結構ね、結構投稿してくれてたんでね、ありがとうっていうわけで。うん。さあ、ちゃんとうまいんだよね。うん。で、まあ、これ最終回見ながら言う話じゃないけど、やっぱり、あれかな、専用部屋でもいいから、対人戦の方が採用しやすいかな。別にこういうコンボ決めたいっていう CPU にするのは別にいいんだけど、対人戦だとさ、やっぱり、もうなんか、うちのチャンネルね、インフレにインフレがかかってるんでね。CPU 戦採用しづらいんですよね。さあ、横須賀。今はなんか、あれよかったな。判定負けしそうやったけど。いろんな気が扱うんやな、この人な。うん。うまい。ちゃんと特殊コンボできるって。なんか普通にオンラインとか VIP 入ってたよな。これ見てると。ちょっとうまいよな。でもやっぱ VIP 入るんとな。オンラインで店っぽさは別にうまいからな。それは気持ちわかるんよな。さあ、横 B して。いいね。レオで即死コンボできたらね、まあ、大体ね、うん。大体のうまさはわかるよな。ところは、はい。それできるの？うん。それできるんだ。俺もうロボットのコマ即死できんけど、ガノンのコマ即死はできんのよな。おかしな話ですけどね。うん。うまい。ガオガエのさ、そのさ、出張横尾さんめっちゃ強くない？空使っとってた最近、なんか 40% かかしいんだけど、あれ。ねえ、出張横尾やばいよな、ガオガエのあれ。なんかめちゃめちゃ強くないか？まあそんなちょっとね、なんか雑談っぽいトークで。見ちゃいましたけれども、ありがとうございました。最終回、お疲れ様です。新年もライフォン、見つけさせる気のないゲームをというわけで、待ってましたよ！リベンジじゃ！これね、ゲーム&ウォッチを探せっていう、ゲームを探せってやつだけど、もうマジ見つからんのよ。で、今回はさらに難しいっぽいな。今回は黒いわな。前回カラフルになりましたけど、
僕はあ、こ真ん中のシミちゃんなんかオリオ白いの、え真ん中エッちゃん合ってるんかい、逆に分かりやすいな、うん、逆に分かりやすかったわ、毛みたいなやつってな、今回逆にイージーやと、なんか真ん中に変なの女やもん、白いの。はい、というわけでみんなとこ見ていきましたけれども、ね、湧かない話題がなんでこんな話題出やんの最近。なんか昔は本当にペラ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 喋ってたんやけど、そう今週土曜日にアミーボカズヤ最強決定戦やります。皆さん、アミーボカズヤ育った人、即死コンボとかでぜひ参加してください。負け抜け的な感じで、勝ち残りみたいな感じで配信で、皆さんのアミーボカズヤ、まあ初めは僕のアミーボもいますけど、戦わして、まあ、10連勝したら殿堂入りとか、そういう感じのシステム作ってやっていこうと思うんで、アミーボカズヤ持ってる人、持ってる人は少しコンボ覚えさせてください、自信ある人は。で、土曜日にぜひ皆さんの自慢の息子もしくは娘たちを出してください。よろしくお願いします。